このバカでっけえトカゲはドラゴン？違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、使い魔よ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間時間を稼いでください。今夜は満月、魔術の力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても陣を張れるのです。ここは手分けして当たりましょう。できねえのか、これは。これでひとまずこの小屋は安全です。スカイマの群れを操る術者を探します。いました、海辺の岩陰です。
なまった体をほぐすにはちょうどいい。満月の夜は最も人の心を狂わせる時でもあります。十分に気をつけて。こいつクシャンか。よし、ずらかるなら今だ。まだです。術者を探ります。少し時間を。いました。洞窟の中とその先の浜です。中は暗いな。迷子にならねえよ。気をつけろって。ワニは俺がやる。使い魔は肉体を持った存在なので、防壁の効力には限界があります。気をつけて。戦っては。
敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。おい、まだかよシール系。正気か。ざまあね、結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたは事の重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は